罪状は人道に対する罪、子供を戦闘に動員した罪、そしてジェノサイド罪だ。世界中で立て続けに起こっている混沌の中心には彼がいると。任務の主眼はジョン・ポールの暗殺にある。新たな虐殺を止められるのは君たちしかいない。アメリカ政府の暗殺部隊といったところか。こんな多くの人を死なせて、そこら中悲しみしかないじゃないの。今回は間に合ったわけだ、殺し屋君。